はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。アークラグナロクやっていきましょう。さて、前回テーマしたオルカの子供なんだけれども、まあ前回伝えた通りこのままだと、まあ、刷り込みができないと、はい、ね、この状態だとね、今テーマした状態だと刷り込みができないという、はい、それをお伝えして、でもしかしたらクライオボットを使えば刷り込みができるようになるかもしれないっていう風に言ったじゃん。でじゃあクライオボットを使うことをみんなは承諾してくれるか、許可出してくれるかみたいなことを前回聞いたんだけど、まあコメ欄見る限りだと別にそんな使うななんて言われてもいないので、まあちょっと今回使ってみようかなと、はい、まあ例外的にね、このラグナルクでは基本クライオポットは使わないっていうふうに決めてるけれども、まあ今回ちょっと例外的に使っていこうかなと。ちょっとごめん、タコが、ちょっと待ってごめん、タコちゃんが今あの餌箱の範囲に入ってない。でなんでクライオポットを使うと刷り込みができるようになるかもしれないって考えたかっていうと、アヌナギジェネシスのせいなんだよ。アヌナギジェネシスのせいっていうか、アヌナギジェネシスってまあ、普通に子供も野生として湧くのよ。幼年期とか少年期とか青年期とかも普通に湧くわけなの。で俺前回アヌナキジェネシスでティラノサウルスの赤ちゃんをテイムしたことがあるんだよ、昏睡テイムで。でその時も刷り込みができなかったのよ、テイムした時は。ただ一回クライオポットに入れて出したら刷り込みができるようになったのよ。だから今回もそれと同じ方式でできるんじゃないかなというふうに当たりをつけてるわけです。クライオポットに入れるとどうやらその所有権がリセットされるのか知んないんだけれども、まあなんか刷り込みができるようになるらしいのよ。でもしかしたら今この野生の状態で赤ちゃんをテイムするとそのなんていうの、なんか刷り込み主っていう概念がないんじゃねえかなっていうので、はい、なのでちょっとこれで試してみようかなと。少し深いところの方がいいかな、この辺だ。いや大丈夫か、ダメか、ある程度深いところじゃないと多分出ないから、ここら辺かな。よし出た。さてこれでどうなってるか、あれ出てないね、刷り込みの値出てないか。あー出てないな。え、じゃあちょっともう一つの手使ってみようか。あの実はクライオポットを使う以外にももう一つこうすればいいんじゃねっていう風に教えてもらったことがあるのよ。それが所有権を一度放棄する、一度所有権を放棄してその後にもう一度所有権を得るといけるんじゃねみたいなのを聞いたんですよ。これでどうだろう。出た！お、出た！刷り込み！え、あ、マジ？お、すげえ！あ、出た！ちゃんと刷り込みのやつ。あ、やべえ！このコメント教えてくれた人、ナイス！ありがとう！あ、マジできるじゃん！そっか、クライオポットじゃなかったのか。そっか。所有権放棄するとできるのか。うわ、ナイス！ありがとうございます、このコメントくれた人。じゃあ無事できるんだけど、ちょっと待った、ケアの必要になる時間がリセットされたな。さっき1時間ちょっとだったのが今1時間半に戻っちゃってるね。これできるか、刷り込み。今成長率 45% なんだよね。これできるかな。さてもうちょっとで刷り込みができるんだけど、成長率 79.2%、 もうほぼ大人になっちゃうね。おるか、成長やや早めなんかな。さて世話をしたか、50%。 あー 50% か、間に合わないんじゃないかな、これちょっと間に合わなさそうだね、成長率的に。次のインプリントができるかどうか。あーやっぱり間に合わなかったね、ダメか。まあでも 50% の刷り込みで、まあメレー370と体力5300、そしてスタミナが5340とかいう、いや十分でしょう、うん、十分だと思う。まあでも 100% 行きたかったね、うん、まあでもしょうがない、あの途中テイムだったからね、成長率とか途中のテイムだったから、まあしょうがないかな多分。じゃあ改めてちょっともう一回オルカを見ていきましょう。まずサドルなしで乗れます。はい、サドルなしで。これはアクアリア生物によくあるやつだね。まあサドルがなくても乗れると。でこのサドルの部分にはアクアリアインプラントっていうものが埋め込めると。今あるかな、ある、あったあったあった、これこのアクアリアインプラントっていうのを埋め込んで、まあサドルの代わりに防御力を担保するっていう感じかな。今多分前テイムしたこの子だね、このレイチェルって名前をつけてる、このシャチに確かインプラントがついてる。じゃあちょっとこれを少しお借りしよう。乗った状態でこんな感じでポンとつけることができますよという、まあ見た目は特に変わらないね。なんか頭の上になんかインプラントのあのピカンって光ったりとかそういうのはないです。まあシャチの外見っつっても
まあみんなが見慣れたものですよ。ここに地味に目があるんだよね、ここに。うん、これなんとなくさ、シャチってさ、ここの模様のせいでここがなんか目っぽく見えるけど、そこのちょっと外れたところにこういう風に目があるんだね。はい。で、これは血なのかなこれ口のこの赤くなってるところ、これは血なのかどうかわかんないけど、うん、あのさ、怖いよね、やっぱ怖くない？あのシャチって可愛いっていう人結構いると思うんだよ。ただ俺シャチを見るたびにさ、怖えって思っちゃうんだよ。やっぱこう真正面からこうやって見るとさ、やっぱ怖くない？なんか俺だけ？なんかお友達になれそうな雰囲気は全くしないんだよね、俺。こういう風な感じで見てると。まあ、遠目から見ればそれは可愛いかもしんねえけど、俺はなんか怖いんだよね、やっぱシャチって。うん。あの、マンイーターっていうサメのゲーム、サメ版 GTA って言われてたゲームあるじゃん。俺、あれやってたんだけど、まあ、あれでだいぶ苦しめられたっていうのもあるけど、うん。苦しめられたっていうか、あいつに、なんか、見えないところから一気に食いちぎられたことがあって、それ以来ちょっと怖いんだよね。うん。まあもちろんなんですけどね。まあメガロドンはもっと怖いと。うん。で、シャチの泳ぐスピードなんだけど、まあ言うてそこまで速くはないです。はい。スピード的にはこんな感じ。言うてまあメガロドンより若干遅いかなってぐらい。そんなに速くはない。うん。まあシャチなんか速いイメージあるかな、みんな。あるかわかんないけど、そんなに速くないです。このアークのこのモッドのシャチは。はい。まあなんか。まあ別に遅くもねえよっていう、そんな感じかな。はい。ディー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 、それは別の映画。で、ま、能力なんだけども、まず普通の噛みつき。はい。はい。あの、これ、ちょっとなんか、分かりづらいかもしれないけど、これ噛みついてます、これ。これ噛みついてます、これ。あの、口がパクッパクッって開くだけです。はい。なんかちょっとここら辺まだなんか若干作り込みが甘いのが知んないけど、うん。なんか噛みつきモーションがちょっとダサいっていう。うん。で、もう一つ。これがね、あの、テールウィップらしいんですよ。テールウィップ。ちょっと、噛みついてみますか。ちょっと、あ、そうだ、メレー測ってみようぜ。225! 出るね、さすが。で、これがテールウィップらしいんだけど、分かったかな、今、軽く4って出たじゃん。はい。はい。これがテールウィップです。はい。あの、ウィキにも、ダメージは美しいものですっていうふうに書いてあります。はい。なんか、美しいダメージですって書いてあった。本当に美しいな。うん。まあ、こちらは凶悪なんですけどね。よっこいしょっと。おお、ちょっと待って。怖いからやめろよ、お前。種目ザメ、死体に反応するからすぐピュンと飛んでくるんだよな。怖いんだよ、まったく。で、攻撃手段に関してはもう、これだけです。もう噛みつきとテールウィップしかないです。で、テールウィップがあのザマであることを考えると、もう実質的にほぼ噛みつき攻撃しかないっていう、かなりシンプルなものになってます。まあ普通のアークの生物と同じ感じよね。まあメガロドンとかバシロサウルスとか、まあモササウルスみたいな。なんかまあ、特に小細工なしに噛みつくだけっていうね、そういうものしかないです。はい。なんか特になんかブレス吐いたりだとか、あとはなんかホウジロザメとかみたいになんかプレデターアイモードになったりとか、そういうのはないです。ないんだよね。なんか意外だったわ。暗くなってきちゃった。で、見てもらうと分かる通り、バシロサウルスとかと同じように断熱バフがついています。はい。まあ、プレイヤーに断熱バフを与えるって、まあ、これはバシロサウルスと同じ感じだね。で、まあ、いつものことなんですけれども、まあ、電気を無効化します。はい。あの、クラゲとかウナギの電気は無効です。はい。まあ、いつものことですね。はい。まあ、ただまあ、一応、クジラってことを考えると、まあ、当然だよね。これついててっていう。まあ、逆にこれついてなかったら違和感あるわ。今回に関しては。はい。で、あとはまあ、特徴といったら、まあ、ギャングブーストっていうの、あの、群れボーナスがかかるってぐらいかな。一応、プラス8までかかるらしい。プラス8まで。あ、ほんと、これだけだね、能力って言ったら。うん、ほんとにシンプル。なんかね、そんな特別な能力があるわけではないんだよね。うん、噛みついて、群れボーナスがかかって強化されます。で、断熱バフがあります。で、電気無効です。ただ、これだけだから、かなりシンプルな生物なんだよね、なかなか。うん、なんかアクアリア生物って結構一癖二癖ある生物が多いんだけれども、このシャチ君に関しては、そんな、ものはないと。普通にシンプルだと。まあ、使いやすいよね。逆に言ってしまえば。結構高めの攻撃力、そしてこの圧倒的なスタミナ、そして断熱バフ、で、電気無効。かなり海の探索用としてはかなりいいんじゃないでしょうかというところ。個人的にはね、ジゴフィジーターと、まあ、試せ張るレベルなんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。単純な戦闘力だとどっちの方がでかいんだろうね。ジゴフィジーターとオルカだと。うん。
ちなみに最後にジゴフェスとちょっと体調を比べてみるんだけど、大して変わんないね。ジゴフェスの方が少しでかいかなってぐらいで、大して変わんないです。はい。というわけで、まあ今回はね、シャチのテイムでしたということで、まあテイムっていうか、まあテイムしたのは前回だけれどもね。まあ前回に引き続きテイムして、そしてブリーディングして、で、能力を見る。そんな感じでちょっと進めさせていただきました。というわけで、お疲れ様でした。